ました。アイドルの一番星になる虹の夢挨拶始めます。素晴らしかったわ。ありがとうございます。ごめんなさいね、夏フェスの真っ最中なのにこんな朝早くからのロケで。お世話になっている高華堂さんのお仕事ですから。そう言ってもらえると嬉しいわ。今日の姫ちゃんとのステージ、私も大変です。社長。何ですか？それがねえ、どういうことだい、ベイビー。カメラの故障で撮れてなかったそうで、新しい機材が届くのを待って撮り直すことになりました。で、ステージまでには戻ってこられるのか？まだ分かりませんけど。すぐに撮影できるようスタンバってて。はい。桜庭。姫先輩とのステージには間に合わせてみせます。絶対に。わかった、また連絡をくれ。アンナ先生、ローラは？まだかかるみたいだね。そんな、ローラ楽しみにしてたのに。こうなった以上、歌組としては最悪の場合も考えといた方がいいね。最悪の場合って？桜庭が間に合わなかった時さ。撮影延期してもいいのよ。いえ、ステージも大事ですけど、これも私の相方ですから。でも。お待たせしました。新しい機材到着しました。急いでね。もちろんです。あと1時間で劇組のステージ、それが終われば。ローラが？大丈夫なの？もう始まっちゃうよ。でも姫先輩のソロステージで大丈夫だったりしない？だよね、他の組に負けたりは。いいえ。姫先輩、今まで見たことのない S4 と1年生のステージを皆さん心待ちにしていらっしゃるんです。その期待を裏切ってはアイドル失格。イエス、その通りさ。あ、はい、しゅん。それに皆さんも昨日の霞夜空さんと真昼さんのステージ
見たでしょ。はい、すごかったです。あれを超えるステージにするためにはもう一人の力が必要不可欠です。けどどうするんですか。今から選び直してる時間は。それなら考えがあります。え、ローラちゃんが実力テストで1位だったのなら2位の子にお願いすれば。なるほど、2位といえばギスイス2児の夢。すぐにミーティングよ。ホールの控室で待ってるわ。今度こそ本当にオッケーだ。お疲れ様。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもお疲れ様でした。さあ急いで撤収よ。はい、はい、ローラちゃん、ロケバスで学園まで送るわ。いいんですか。せめてそれくらいはね。ありがとうございます。劇組のステージが終わり次第振り付けの最終確認。時間ないんでそこんとこよろしく。はい。ヘイ、虹の。はい。大丈夫だね。はい。ローラは昨日姫先輩とミーティングもやってるし、本番までに間に合えば大丈夫ですよね。それはそうだけど。私正門まで迎えに行ってきます。ちょっと虹の。劇組のステージ始まっちゃったんだ。みんな今日は来てくれて本当にありがとう。今日一緒に歌ってくれるのは早乙女亜子ですわ。皆さん今日はよろしくお願いいたします。いけない、噛んじゃった。緊張してる。そんなこと あるかもしれませんけど。やるじゃないか早乙女。おどおどしている借りてきた猫のような一年生の演技見事だよ。ですよね。ああ、翼先輩、瞳の演技だけでこの包容力を出せるなんて、さすがは劇組のトップですわ。さあ決めるよ。私たち劇組ならではのパフォーマンス。はい、頑張ります。でも私に翼先輩のお相手が務まるでしょうか。大丈夫、私がついてる。翼先輩、じゃあ羽ばたこうか。あの、どこまでも続く青空へと。はい。どうなってるの？さっきから全然進んでないわよ。すみません、どうやら自己渋滞みたいで。もうリハーサルが。私ここから電車で帰ります。ありがとうございました。ローラちゃん、ローラ、ゆめちゃん聞いたよ。ローラまだ帰ってこないんだって。うん。劇組のステージが終わったみたいだね。嘘。ただいま信号機故障のため20分から30分運行の遅れが出ています。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何かとご了承ください。ローラ、もしもし、ローラ、そろそろ到着。よく聞こえないよ。ユメ、頼みがあるんだ。
ダメって何が？だって今までローラが頑張ってきたの、私が一番よく知ってるもん。道に迷ったり悩んだり、それでも相方し続けてここまでたどり着いたこと、私できないよ。ローラの今までの努力を無駄にするようなこと。ローラ？なんだ、そんなこと気にしてたの？そんなことって。ゆめ、右の手のひらを広げて。あ？こう？それを高く掲げる。こう？できた？それじゃあ行くよ。せーので、アイカーツ！私も知ってるよ。ゆめの今までの頑張りだから頼んだよ。ゆめちゃん、小春ちゃん、私歌う。え？歌う、ローラの分まで。ゆめちゃんならできるよ。行ってくる。しっかりね。それじゃあローラちゃんは完全に間に合わないみたいだね。お待たせしました、虹のゆめ。ただいま戻りました。お帰りなさい、ゆめちゃん。はい。リハーサル時間は30分、大丈夫？やってみせます。いいお返事ね。それじゃあ始めるぞ。はい。ワンツー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 。虹の振りがちょっと遅い。はい。ローラ、ローラは私を信じてバトンを渡してくれた。だから頼んだよ。歌組一年生の代表として、ローラの代わりとして、恥ずかしくないステージに絶対に絶対にしてみせる。よし、残り10分だ。最後の仕上げ、今度はオケを流して本番通りのテンポでやってみるぞ。虹野、ついてこられるか？はい、お願いします。ん？なんでしょう。不思議ね。え？今、三人で踊ってるみたい。三人？ゆめちゃんの瞳の中に、ローラちゃんがいる。ローラが、みんなにちょっと残念なインフォメーションがある。これから歌組のステージなんだけど、桜庭ローラがちょっとしたアクシデントで出演できなくなった。そのピンチヒッターとして同じく1年生の虹の夢が白鳥姫とシンギングだぜ。そこんとこよろしく。あら、あ、みんな時間なくてさ、上から直しちゃったんだけど、ごめんね。みんなで応援するから、頑張って、ゆめちゃん。うん、頑張ってくる。みんな、ありがとう。ゆめちゃん、行きましょう。はい。じゃあみんな、行ってくる。頑張れ！頑張って。あ、まひるちゃん？私は、まだまだお姉ちゃんにはかなわない。それでも少しでも追いつこうと全力でやった。だから私も見たい、あなたたち歌組の全力を。ありがとう。
しっかりね。ローラ、お願い、少しだけ私に力を貸して。蝶のように、妖精のように。始めましょうか、私たち歌組のステージ。はい。それでは、これより夏フェスの合同ステージ結果発表を行う。会場のお客様と視聴者の皆さんから投票していただいた結果は、次は負けない。きっと優勝は舞組だぞ。そんな、はるかテンションダウンダウン。勝利の女神が微笑むのは
どちらだと思う？さあ、どうかしら。勝利の女神は気まぐれだから。これをもって今回の夏フェスの優勝は歌組と決定した。ただ次は言われる番になると思うけど。ありがとう。確かに2位の美し組とは微妙な差だよね。え、ローラ、私が出てればもっと圧倒的な差で勝ってたのね。ローラ、ああそうそう、ご褒美のランチ1ヶ月無料券私ももらっていいの？もちろんだよ、ローラ！ローラ！パンパカパーン！今回の夏フェスを制したのは歌組だったぞ！おめでとう、姫。イエーイ！ありがとう、みんな。けど、次は劇組が勝つ。あら、美し組よ。舞組も負けないぞ！虹の夢、ピンチをチャンスに変える、それが彼女の才能なのか。アウトローカー終わると、真っ盛り。四つ星学園の制服も夏服に変わり涼しそう。 S4 の制服は変わらないんですけどね。M4 の番組で勝つのはどっちの料理でしょう。今日もあこちゃん可愛い。次回アイカツスターズ本気のスイッチ、務めアイドル一番星